Hi everyone! Happy International Education Week! 福岡からユキとトムです。ユキさん、はい。推薦状って何ですか？はい、推薦状はとっても大事です。アメリカのコモアプリケーションを使って留学の願書をする人は3つの推薦状が必要です。1つは校長先生や、留学のアドバイザーや担任の先生に聞いたり、2つは、自分の好きな科目の先生に聞きます。ここで質問です。推薦状は誰に書いてもらった方がいいと思いますか？トムさん、誰ですか？数学の先生。そうです、ピンポン。なぜならその先生は自分の問題があった時にどんなに頑張ったとか、そういう性格がよくわかるので、そういうところを見ていた先生の方が推薦状を書きやすいと思います。なるほど。はい。ありがとうございます。